毛量えげつねえんだな。はい、どんまるるでございます。風呂上がりに失礼いたしますね。私今日病院行ってきまして、もう動画ずっと見てくださってる人だったら知ってるかと思うんですけれども、今ちょうどがんセンターに通ってまして、実は3年前に子宮頸がんになりましてからの子宮全摘抗がん剤してからの経過観察みたいなんで、3ヶ月に1回ね、病院に行きよったんですよ。で、今日も、だからその病院行ってきた3ヶ月目のターンの時だったんですね。多分もう丸3年、がん宣告されてから3年経つっていう時の流れは恐ろしいですね。で、まあ経過も順調でということで、3ヶ月検診が半年検診になりまして、もうこれはある意味こう、寛解にいい方向に向かっているっていう証拠であり、私自身もめちゃくちゃ今元気ですし、もう本当にありがたいことをこの上ないっていう経過をたどっていますっていうお知らせでしたね。いやもう早いもんでね、同じ時期ですよ。様子がおかしくて個人病院に行ったのが5月ですから、その後の事態が一変してでかい病院に回されることになったんですけど、その日の電車もうコロナ禍だったんで、窓全開のね、電車でね、すごいいい、気持ちいい風が吹き抜けてたのをね、思い出したんですよ。あの時と同じ風の温度だったんですね。うわーと思って。毎年ね、5月、6月になるとなんかいろんなことを思い出す季節になるんですけれども、3年経ってどうだったかっていう話で言うと、3年経っても、未だに自己導尿してますし、足は痛いですし、もう毎月来てた生理の感覚なんてもう思い出せないぐらいのレベルでもう忘れちゃってますしね。もうなんか良くも悪くもなんかいろいろ体の変化はあったんですけど、まあそれでも別に元気で生きてるんで、まあいいかなって感じ。前、この前も DM で、まさに今子宮頸がんの検査して、ちょっと怪しいですみたいなことで、ちょっと今心配な状況ですっていう DM とか結構ね、来るんですよ。私の元に。でも時の不安の感覚って私もすっごい分かって、めちゃくちゃ検索魔になってたんですよ、自分もね。検査結果を待ってる時とか、実際どうなんだろうって診断結果が出るまでの間ってめちゃくちゃ怖い期間ではあるんですね。だからもう不安な人がすごい私に DM とかくれたりするんですけど、もう投げかける言葉っていうのは、人それぞれその人に合わせた言葉を投げかけてるんですけれども、今元気でいる意味はそこにあるんじゃないかなと思ってて。こんな風に、治療とか手術とか乗り越えてって、私乗り越えてっていう言葉あんま好きじゃないんですよ。無責任だなと思うんです。そばにいない人からの乗り越えてっていう言葉が、頑張れと乗り越えてっていう言葉がめちゃくちゃ好きじゃないんですけれども、その病気と戦って何かしらこう後遺症を負ったりですとか、臓器を失ったりとか、そういう大きな代償を抱えつつも、こうやって、なんかバカみたいに生きてるやつがいたら、なんかちょっとでも心楽になるんじゃないかなとか思って、別に強く生きなくてもよくって、その時の流れに身を任せて、自分の感情をいろいろ揺れ動きながらでも、いつかなんかこう、それが自分の気持ちに整理がつく時が来る時もあると思いますし、でも私だって未だにこうやって、ケロッとしてるように見えますけど、そのしんどい時っていうのはメンタル的にしんどいっていうのは、なんかもう、波で来るんじゃなくて、点で来る感じですね。私はもう結構常に平常な感じで いるんですけど、突然なんか、ドンってこうなんか、いろんなこと考えちゃって落ち込むこともありますし、それはなんかもう、自分たちが人間として生きてる中で、脳みそがあって、いろんな環境を取り巻く人間たちを見る目があって、いろんなことを聞く耳があったりするっていうので、それはもう致し方ないですよ。メンタルが落ちたりするっていうのは。それは人間らしく生きてる証拠ないんじゃないかなと思ってまして。だから今、ちょうど不安な状況にいる人とかも、なんかたまにこういう私のなんかバカみたいな動画、喋ってる動画とか見て、あ、こんなお気楽のお天気に生きてるやついるんだみたいな。本当に。でね、私話したいことがあって、なんかその自分の診療記録みたいな、カルテを取り寄せるみたいなことをしたんですね。これ今度動画にして一部始終話そうと思うんですけれども、その現在、そのなんか皆さんが行ってる病院、通ってる病院とか、なんか手術しましたみたいなことがあった時に、その病院に対して自分のカルテ内容を開示してくれっていうことができるんですよ。で、それ、私自分が、そのがん宣告されてから、手術、抗がん剤治療を終えるまでの全ての記録を取り寄せたんですね。まあまあ結構面白いこと書いてましたよ。自分の記憶とすり合わせてこう見てみたら、あ
曖昧だった記憶がこう蘇るじゃないですけど、あのねカルテを取り寄せるっていうのはなかなかいい記録にはなりそうでしたよ。私もこう YouTube で発信してる身としてはいいネタになりそうだなってネタですって。まあそんなこんなで私はこうやって元気に生きておりますので、今後ともあの体の様子を見ながらねこうやって活動していきますし、自分と同じ病気であの辛い思いする人がどうか減りますようにって思いを込めながら、こういう啓発活動もあの今後続けていくつもりですので、皆さん応援よろしくお願いいたします。風呂上がりから失礼いたしました。ということで経過観察の近況報告っていうような感じで、今日はドライヤーしてさっさと寝ないと明日なんか予定あったっけ私。おやすみなさい。